雪の朝、お城に王女様が生まれました。雪のように白い肌をした王女様は白雪姫と呼ばれました。体が弱かったお妃様が病気で亡くなり、王様は新しいお妃様を迎えました。新しいお妃は美しい人でしたが、自分勝手でとてもわがままでした。お妃様、白雪姫でございます。子供は嫌い、あなたが世話しなさい。私の部屋には誰も入らないように。お妃は不思議な鏡を持っていました。鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰？この国で一番美しいのはお妃様です。まあお妃は自分が国中で一番美しくなければ我慢がならない人でした。それから10年が経ちました。白雪姫はすくすくと育ち、とても美しくなっていました。みなさん、ご機嫌いかが？うわ、白雪姫様だ。なんと美しい。そこをどきなさい、邪魔よ。いつものようにお妃は不思議な鏡に尋ねました。鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰？この国で一番美しいのはお妃様です。けれど。けれど？白雪姫の方がもっと美しい。なんですって？悔しい！許せない。この私よりも白雪姫の方が美しいなんて絶対に許せない。お妃は自分より美しい白雪姫が憎くて憎くてたまらなくなりました。お呼びでしょうか、お妃様。カリウドよ、明日の朝白雪姫を森に連れ出してこの矢で殺しなさい。そして殺した証拠に白雪姫の血をつけて私のところに持ち帰りなさい。いいわね、言うことを聞かなければお前も生かしてはおかないから。はい、わかりました。お母様が？本当に？はい、お妃様が白雪姫様と一緒に花を摘みたいと森の中でお待ちです。嬉しい。早速案内してくださる？はい、こちらです。次の日の朝、カリウドはお妃の言いつけを守って白雪姫を森へ連れ出しました。お母様はどこかしら？カリウドさん、まだ先なの？はい、もう少し奥にいらっしゃいます。そう、じゃあ急ぎましょう。お母様を待たせてはいけないわ。こんにちは、小鳥さんたち。ご機嫌いかが？こんにちは。白雪姫を殺しなさい。言うことを聞かなければお前も生かしておかないから。お許しください、白雪姫様。できない。カリオドさん、私には白雪姫様を殺すことなんかできない。私を殺す？カリオドは白雪姫にすべてを打ち明けました。そうだったの。どうかお逃げください、白雪姫様。もしお妃様に見つかればあなたは殺されてしまいます。私を殺さないでいてくれてありがとう、カリウドさん。さようなら。白雪姫は森の奥へ逃げていきました。白雪姫様、どうかお元気で。白雪姫を殺したか？はい、お妃様の言いつけ通り白雪姫様をこの矢で殺してまいりました。
狩人は嘘をついて、狩りをした獲物の血がついた矢をお妃に差し出しました。これでもう憎い白雪姫の顔を見なくて済むわ。白雪姫は薄暗い森の中で一人ぼっちになってしまいました。それはそれは、かわいいお家でした。こんにちは、どなたかいませんか？うるすみたい、困ったわ。こんにちは、どなたかいたらお返事してください。ああ、お食事が。いけない、勝手にお食事を食べてしまうなんてとても悪いことだわ。でも1,2,3,4,5,6,7,7人家族なのね。お皿から少しずつ食べることにしましょ。後でちゃんと説明すれば分かってくれるわ、きっと。いただきます。白雪姫は7つのお皿から少しずつ取って食べました。でした。あら、2階があるのね。まあ、なんてかわいいベッドでしょう。1,2,3,4,5,6,7、ベッドも7つ。チーズもだ。少しずつ食べてる。一体誰が食べた？一体誰が食べた？犯人は2階だ。なんて美しいんだ。ぐっすり眠ってるぞ。このまま眠らせておこうよ。でも本当に美しい。覚ましたぞ。ねえ君、名前はなんて言うんだい？白雪姫。白雪姫だ。ごめんなさい、皆さん。勝手に皆さんのお家に入って食事を少しずつ食べたり、ベッドを使ったりして。白雪姫は小さな木こりたちに謝り、今までのことをすべて話しました。なんてひどいお妃なんだ。許せない。悪いお妃から白雪姫を守ろう。ありがとう、皆さん。こうして白雪姫は森の中で7人の小さな木こりたちと暮らすようになりました。いってらっしゃい。行ってきます、白雪姫。誰が訪ねてきてもドアを開けてはいけないよ。わかったわ。悪いお妃が命を狙っているんだからね。おいしい晩ご飯頼むね。任せて。僕らは森の木こりさ。ヤッホー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 。今日も元気に仕事へ出かけよう。
鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰？この国で一番美しいのはお妃様です。けれど。けれど？森の小さな木こりたちと幸せに暮らす白雪姫はもっと美しい。白雪姫、悔しい！狩人に騙された！お妃は美しい自分よりももっと美しい白雪姫が憎くて憎くて我慢がなりませんでした。こうなったら私の手で白雪姫を殺してやる。この毒リンゴで。パンが美味しそうに焼き上がったわ。みんなの分もあるのよ。あら、誰かしら。こんにちは。この戸を開けておく。キコリさんたちに誰が訪ねてきてもドアを開けてはいけないって言われていたんだわ。お嬢さん、入れておくれ。おいしいリンゴをあげるよ。ごめんなさいね、おばあさん。誰も中には入れてはいけないって言われているの。おやおや、じゃあ中には入らないよ。さあ、このリンゴをあげるからお食べ。でも…毒なんて入ってないよ。ほら、大丈夫だろ。さあ、安心してお食べ。ありがとう、おばあさん。せっかくだからいただくわ。鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰？お妃様、それはあなたです。小さな木こりたちは白雪姫をガラスの棺に入れました。でもあまりに悲しくて、白雪姫を土の中に埋めることができずに、何日も何日も泣き続けました。そこへ隣の国の王子様が通りかかりました。どうしたのですか？何をそんなに泣いているのですか？あ、なんと美しい。この方は眠っているのですか？それとも…木こりたちは泣きながら王子様に訳を話しました。なんてひどい話だ。どうかお願いです。白雪姫に口づけをさせてください。生きている時にあなたに会いたかった。白雪姫が目を開けたぞ。ああ、白雪姫が起き上がったぞ。白雪姫が生き返ったぞ。わーいわーい、白雪姫が生き返った。わーいわーい。鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰？この国で一番美しいのはお妃様です。けれど。けれど？お妃様よりも白雪姫の方がずっとずっと美しい。白雪姫がまだ生きている。お妃様、こちら。ちょっと、どこへ連れて行くつもりなの？手を離しなさい。お妃様にこれを履かせるようにとの王様の命令です。いや、一番美しいのは白雪姫です。白雪姫は隣の国の王子様と結婚し、いつまでもいつまでも幸せに暮らしました。狼が来た。
こら、いたずらばかりしてないで、早く羊の世話をしないか。よっと、なんだ。はあ、お待ち、隣の村に狼が出たって話だよ。大事な羊が狼にさらわれないように気をつけるんだよ。雨だ。これは大変大変大変、眩しいの。あ、おじいさん。ふん、ビシッと決めてやったぜ。ワニ、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 ワニ。いたずらばかりしてるとみんなに嫌われるだべ。またあいつの嘘に決まってるだべ。どこだ？狼はどこ？どこ？もう怒ったよ。あの子の嘘はもうたくさんだ。二度と来てやるな。ほら、やっぱり嘘だっただべ。お花さんがかわいそうでキュー。さーて今度は。羊はどこだ？知らないよ。
羊がいないなら、お前を食ってやる。待ち、どうせまた嘘だよ。もう騙されるものか。どうしようもない子だね。まったくだ。元気になってキュッパーナさん。嘘ばかりついてると本当に誰も信じてくれなくなるだろ。俺様なんか食ったって美味しくないってば。美味しいかまずいか食ってみりゃわかるさ。